はいどうも、シールプラスセカンドのパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はですね、もうだいぶ暖かくなってきたので春物をね、ちょっと、何点か紹介していこうかなと思うんですけれども、カラクっていうね、ウェブサイトがあるんですけど、まあセレクトショップかな、ネットのセレクトショップがあるんですけど、そちらで今回ね、3点ほどゲットしたので、それをね紹介していこうかなと思います。はい、でですね、カラクさんなんですけど、まあレトロなファッションとか、そういうクラシックなファッション、アメカジとかミリタリーとかっていうのをまあ得意としてる、ショップでして、カラクさんのオリジナルの服だったりとか、あとはそういうセレクト、まあ中国とかアジア系のブランドとかとこうタイアップして、商品を作ったりしてるみたいなんですけれども、そういったねアメカジにまあちょっと強い特化したねショップでございます。そこでですね、今回は、3つですね、商品をねゲットしたので、早速ねじゃあ紹介していこうかなと思います。はい、ということでですね、じゃあ3つ買ったので、1つ目からいこうかなと。こんな感じのね袋に入って1個ずつ届いたんですけど、結構ね梱包はしっかりしてますね。ちょっと開けてみます。まず1つ目買ったのがこちらですね、 US Air Force。 まあ、 あのミリタリーとかが結構得意なあのショップなので、こういうねミリタリーもののアイテムっていうのはすごい、あの商品数もねすごいめちゃくちゃ多いんですけど、その中でもちょっと春先に使えそうなこういうね、まあ、トレーニングジャケット、ナイロンのトレーニングジャケットを1個ゲットしました。かっこいいね。まあ、これ結構あのデザイン的にはあのミリタリーではね昔からよくあるデザインなんですけど、まあトレーニングウェアですね、まあジャージというかナイロンジャケットになるんですけど、どうですか、デザインも良くないですか。かっこいい、 US Air Force って書いてあるの、空軍ですねをまあモチーフにして作られたジャケットなんですけど、これ結構あの一目惚れで買いました。商品名はですね、 US Army トレーニングジャケットというものになります。で、定価は1万6000円なんですけど、今ねセールで1万2000円で売ってるみたいなんですけど、これね、あのアーミーグリーン、カーキのね、オリーブっていうかな、カーキの方もあって、僕はこのネイビーの方にしました。かっこいい。あとでねまとめて着用していこうかなと思います。とりあえず1個目はこちら。はい、そして2つ目ですね。2つ目はまたね、この同じ袋に入って届いたんですけど、こちらですね、2つ目、デニムシャツ、デニムシャツゲットしました。やっぱ春ね、デニムシャツめちゃくちゃ使えるんでいいなと思って、アメカジがねやっぱ得意って言ったんですけど、アメカジとねミリタリーが、特にアイテムとしては多いなと思ったんですけど、あのこういうねアメカジ系のアイテムっていうのはすごくあの幅広く扱っているので、あのぜひアメカジ好きな人はね見てみてほしいなと思います。でこれがですね、ポッシュド加工アメカジワークシャツっていうね感じで、もうブランドとかはねこの商品名には入ってないんですけど、多分ねこれ中国のブランドなのかな、ちょっとそこまでは分かんないんですけど、まあそういうセレクトしてやってるみたいなんですけどね。こんな感じ、ベーシックなね、まあ、デニムシャツっていう感じですね。結構生地もね分厚いししっかりしてるっすね。まあ、いい感じ。このね、両胸のポケットとか。まあ、細かいディティールも、今僕も開封したんであれですけど、細かいディティールもね、結構しっかりしてて、そういうリーバイスとかね、リーとかそういうデニムブランドのシャツとかとも全然遜色ない感じでございます。二つ目はこのね、デニムシャツ。これ春に使えますね、これ完全に。はい。はい、そして三つ目ですね。三つ目も開けていこうと思います。3つ目はですね、こちら、デニムですね、ホワイトのデニムを、チョイスしてみました。これもね、メイドインチャイナって書いてあるんで、中国の、まあ、ブランドなんだろうなと、僕はねちょっと知らないんですけど、中国のねブランドだと思いますけど、このねホワイトのデニム結構良かったんで、これもねゲットしてみました。どうですか、意外と細身でしたね。そんなにあのワイドパンツっていう感じぐらいの太さじゃなくて、まあよくあるスリムフィットぐらいかなの感じだと思うんですけど、こちらはですね、これはですね 80s 復刻赤耳ホワイトデニムパンツっていう名前でね、売られております。赤耳ってことなんでセルビッチデニムみたいです。一応内側、あ、そうですね、内側ね耳付きの見えるかな、
耳付きのねデニムになってます。ホワイトデニムになってます。まあ一応コットン100ってことなんですけど、ちょっとねこうストレッチ入ってんじゃねっていうぐらいの柔らかいコットンなのかな。結構あの柔らかいですね。うん、ふんわりしたコットンですね。これはこれもね後で履いてみようかなと思います。結構いいねこれ。2017年、これなんて読むんだろう。赤見ますか、ここ赤布耳って書いてあるんだけど、これなんて読むか分かんないんだけど、中国語なんだろうね多分。でも質感とかはすごいしっかりしてて良さそうですね。これもちょっとね着用してみようかなと思います。これはね、ちなみにお値段が 15,190 円で、さっきのこのアメカジワークシャツ、デニムシャツですね。これは、12,64 円で売ってます。じゃあちょっといろいろね、着用していこうかなと思います。はい、ということでですね、とりあえず最初に紹介したこのね、US Air Force のこのトレーニングジャケット1回羽織ってみました。これ僕でね、175センチの僕で XL をチョイスしたんですけど、ちょうどいいですね。XL でよかった。L だったらちょっとちっちゃかったかなっていうぐらいなんですけど、あの、マジで軽くて、めちゃくちゃこの時期使えそうですね。春先やっぱこういうナイロンジャケット1個あると、めちゃくちゃあの、使えますんで、朝晩ね、ちょっと冷える時とかは、すごい使いやすいアイテムなので、これね、フードもあるんですけど、フードはね、今中に収納しました。こんな感じ。175センチで XL ですね。で、こんな感じです。これね、いいね。結構あの細かいディティールもすごいしっかりしてるし、刺繍とかもねしっかりしてて、めちゃくちゃいいですこれ。めっちゃ使えそう。締めるとこういう感じですね。結構身幅もあってゆったりしててね、中あのスウェットとか着ても全然いけそうなサイズ感ですね。ここの絞りもしっかりしてるし、これは使えそうですね。こんな感じでございます。いいな。この V ラインがね、すごいアクセントになって、色味もいいですよね。これ多分リフレクターになるね、光反射する感じの素材だと思いますけど、すごいいいと思います。一つ目こんな感じ。はい、ということで2着目ですね、デニムのシャツですね、羽織ってみました。これもね、サイズ XL をチョイスしたんですけど、これもね、L だったらちょっとちっちゃかったかなという感じで、XL でね、ジャストでございます、袖も。丈もね、ジャストでいい感じです。こんな感じ。いいですね。これもやっぱ春はね、あの、めちゃくちゃ使えるんで、デニムシャツって。1個あると便利だと思います。すごいいいね、これも。だからこの内側のところにこういうね、タグがついてたりとか、ボタンもね、結構こういう、ちょっとクラシックな感じのボタンがついてて、可愛いですね。素材感もすごいちょうどいい。あの、綿100なんですけど、ちょうどいいです。ユニクロで言うと、ユニクロのデニムシャツとかヒッコリーシャツとかの L サイズぐらいのサイズ感かな。ちょっと、XL にしてはちっちゃい目なのかなっていう感じですね、作りは。こんな感じで。まあ、ディッキーズとか、そっち系のワークパンツとか合いそうですね。これもすごいいいな。めっちゃ使えそう。ちょうどこういうね、ちょっと濃いめのデニムシャツ、僕持ってなかったので、これを選ばせてもらったんですけど、これもすごくいいですね。ただこのブランド名はちょっと読み方がわかんないんだけど、MBBCAR って書いてあるんだけど、これも多分中国のあのブランドなのかな、わかんないですけど。いいね。うん。まあポケットも両方にあるし、これも使い勝手良さそうで、すごいいいです。いい感じ。はい、3つ目のですね、ホワイトのデニムパンツですね、履いてみました。これウエスト32インチっていうのを、購入しました。思ったよりね、あの、細くてスリムフィットだったみたいで、思ったより細かったです。もうちょっと太いかなと思ってたんですけど、まあ、でも履き心地はあの上質ですね。全然履き心地はいいです。こんな感じ。ちょっと、マーチンとね、黒のベルトで1回締めて履いてみたんですけど、まあ普通に春っぽくていいかなと思いますね。うん、まあ、僕ホワイトのねデニムは持ってなかったので、ちょっと新鮮な感じなんですけど、まあ、ちょっと綺麗めというかね、小綺麗な感じで履いたりしても面白いのかなと思います。まあ、もうちょっとね太いパンツだったらもうちょっとラフに着れるかなと思うんですけど、ちょっと細身なのでこういう感じで履いてみました。後ろこんな感じです。ま
まあセルビッチなのでめくってこのね赤耳がちょっと見えたりするのもアクセントになっていいかなと思いますね。こんな感じです。はい、ということでですね、3つですね着用してみたんですけど、さらっとですけどね着用してみました。いかがだったでしょうか。どのアイテムもすごい使いやすくて、まあ僕が好きで選んだんで、デザイン的にはねもちろん好みで選んでるので気に入ってるんですけど、どれもねすごい使いやすそうな感じで、ディティールもなんていうんだろう、縫製とかそういうところもしっかりしてたし、これからのねこの春の時期、すごい使えるアイテムを選べたんじゃないかなと思って非常に満足しております。こちらのねこのカラクさんなんですけど、概要欄にねウェブサイト貼っとくんで気になった方はぜひね、チェックしてみてほしいです。はい、商品数がねめちゃくちゃ多くて、まあジャンルごとにジャケットとかデニムとか小物とか、スウェットとか分かれてるんですけど、もうほんと一つのジャケットの欄だけでもめちゃくちゃ数があって、まあ本当にミリタリーと、まあアメカジがベースなんですけど、まあ、結構ねアウトドア寄りのアイテムとかもあったりして、見ててもねすごい楽しく、ネットショッピングができるので、まあアイテムごとによってねサイズ感とかはしっかりサイズ表を見て、自分の持ってるね服とかと照らし合わせて購入するといいかなと思います。ぜひアメカジ好きな方、ミリタリー好きな方一回チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね本日はですねこのカラクさんで、3点ですねゲットしたものを、紹介してみました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。